草野太郎は、日本中央競馬会の騎手。茨城県稲敷市出身。美保トレーニングセンター大竹正宏9社所属。愛称は、草太郎。おじが乗馬クラブを経営しており幼少期から馬に、慣れ親しみ、小学5年生から乗馬を始める。2007年2月に、競馬学校騎手課程第23期生として、卒業、同年3月1日美保。 坂本勝美休者所属としてデビュー。同期には、浜中俊也、藤岡孝太、丸田京介、宮崎北虎がいる。目標とする騎手は、横山則弘、北村博史2007年3月4日の中山競馬、第2競争、ステラフィランテで、初騎乗、同年5月13日の新潟競馬、第2競争、西の玉手箱で、初勝利を挙げる。 デビュー直後から、障害競争にも起乗しており3月18日の中山競馬第4競争、ナストレカントリーで障害初起乗。2007年は3勝。2009年6月13日に東京ジャンプステークスにハイアーアッツアンヘブンで重賞初、起乗。2010年7月11日の福島競馬第4競争、マイネルカーロで障害競争初勝利。 以降は障害競争を中心に起乗している。2013年6月22日、アポロマーベリックで東京ジャンプステークスを制し、重勝初勝利。2014年4月1日から、三保の大竹正宏9社に所属する。ありがとうございます。